はい、えー、ご質問いただいたので回答していきたいと思います。吉谷さん、いつもお世話になっております。テキスト動画で YouTube から収益を得ていますが、同じアカウントで撮影動画で稼ぐ賞をもり、先日撮影を行きました。1時間の動画を自撮り棒でスマホで撮影し、チャットワークのパソコンアプリにデータを移行。 えー、試みましたが、9メガまでしか対応できず、メールは2メガまで、パソコン USB、パソコンと USB をつないデータ移行を試みても iPhone なら普通にできるみたいですが、Android スマホではデータ移行できず、Google フォントも10メガに対応しておらず無理でした。ネットで検索するとスマホからパソコンに移す USB もあるようですが、金銭的に余裕はなく。吉谷さん、1本1時間以上の撮影した場合には動画はパソコンにどうやって保存されていますでしょうか、と。 はい。昔はですね、僕は USB でやっていて、まあこういうソフトを使ってました。こういうソフトですね。これはまあトライアル版もあって、まあ僕は有料これ買ってないですけど、トライアルでやってました。ただ、最近はもうほ,ほ,ほぼ AirDrop ですね。この AirDrop で、まあ僕はパソコン Mac と iPhone なんで、この AirDrop で 4K の動画だったとしても結構まあ転送できます。かなり重いファイルでも 2, 2時間ぐらいの動画でも この前、村上さんっていう方と対談を取って1時間ぐらいで 4K で撮影したんですけど、iPhone でも。それも AirDrop で転送できました。だ結構重いファイルでも、この AirDrop かなり優秀で、早く転送ができます。まあ、ピッてね。このなんか共有、動画選んで共有から。なんで僕の場合は昔はこの USB で繋げてこのソフトで、あの、転送してた。けれども、まあこういうなんか転送ソフトがあるんですけど、うん。 だけど、今はもうエアドロップ一択ですね。はい。ただ、ご質問は、アンドロイドですよね。うん、アンドロイドっていうことなので、これはまあ、だから、まあ僕も昔この USB で直接パソコンにつなげてこういうのをやってたんですけど、これね。で、これの、こういうのもアンドロイドバージョンあるので、調べていただきたいと思います。まあいろんなソフトがあるんであれですけど、例えば、アンドロイド。 パソコン転送無料ソフトとかでね、検索すると、さっきね、これ、まあ、ちょっとすみません、僕が使ったことがないので、なんとも言えないんですけど、このね、ここのメーカーっていうか、ここの,ああのフリーソフトは何個か使ったことがあるんで、たたでもこれだったら、ね、パソコンから、 アンドロイドスマホに、パソコン、アンドロイドスマホからパソコンに動画を無料転送する方法みたいな感じで、まあこれフリーソフトでね、ありますんで、USB と自分のスマホをつなげて、こっからやりとりするって感じですね。うん。スマホから画像を PC に、これまあ、まあこれ画像ですが動画をピ転送するみたいな。まあここに書いてありますんで。うん。 なんで一度、まあちょっとすいません。このソフト僕アンドロイドじゃないので使ったことないんで、あれですけども、あと無料版でどこまでできるかちょっとわかんないですけどね。だから一、一回これで調べてみればいいです、いいんじゃないですかね。アンドロイドスペース、パソコン転送スペース無料ソフトで調べていただいて、他にもいろんなソフトあります。iPhone もこういうソフトいっぱいあるんですよ。めちゃめちゃ iPhone もあります。この転送。USB で繋げて転送するみたいな。うん、うん。はい。 ただもう正直今は AirDrop がめちゃめちゃ機能いいので、うん、まあ、転送だけだったらね、バックアップとかも全部含めるぞソフト使った方がいいかもしれないですけど、転送だけでやるんだったらもうエアドロップで十分かなっていうところですね。うん。はい。ということで、えー、Android バージョンは僕使ったことがないので、一度検索してみてはいかがでしょうか。Android、スペースパソコン、転送、無料ソフト。うん。 ここのメーカーさんはね、いろんなソフト出してるんですよ。前使ってたんですよね。うん。なんだっけななんか製品、まあ結構ありますよね、これ。いろいろ。これな、なんか昔1個使、使ってましたね。うん、かなり昔。うん。はい。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。